バルブ社は、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏に、かつて存在したコミューン。コミューンは、ブルターニュの一部であり、伝統的な地方区分では、ビニオブル、歴史的な地方区分では、ベーナンテに属する。バルブ社の一バルブ社は、南んの 25km 東に位置し、アンスニの 15km 南西に位置する。1999年に、 INSEE がまとめた順位表によれば、バルブ社は都市圏に含まれる農村型コミューンで、南都都市圏に属している。バルブ社の名は、ケルトモのバートベックから来ている。ディバット川を見下ろす小高い丘の上に定住地があり、この場所は後に、アンジュ公国とブルターニ公国の境となった。ローマ人とガロローマ人は、ディバット川の流れのためロアール川から押し戻された。 当時航行可能であり、古い時代のバルブ社にルポートツチュリンという港が作られた。1420年、ブルターニュコージャンゴ世は、マルグリット・ド・クリッソンの罠にかかり、身柄を拘束された。彼は、シャントソーの要塞城で旅衆となっていた。1868年、それまで、ラッシャペルバスメールに依存していたバルブ社は単独のコミューンとなった。 バルブ社という名は時に皮肉めいたものとなった。1955年、バルブ社に変えて、ボアイコールギレに変更してほしいという請願書が知事と県議会に提出された。1955年10月29日、住民投票が行われ、バルブ社に261票、ボアイコールギレに39票が集まった。2015年9月22日、数ヶ月間の交渉の後、 バルブシャトラ・シャペルバスメールは新たに一つのコミューン・ルーベルであるディバット・シュルロワールとなることに同意した。合併することで合併後の数年韓国から交付される行政広域補助金が計画的に削減されるのを総裁することができる。コミューン・ルーベルの創設は2016年1月1日となり、二つの旧コミューンは権限委託コミューンとして変革されることになる。 ソースイコール1999年まで LDH, イヘス、カジニー2004年以降 i NSEE ありがとうございます。